皆さんこんにちは、シューポンキノコです。皆さんこんにちは、シューポンタケノコです。今日は二人でマイクラをやっていきます。新しくワールド作ったの？そうなんだけど、いつもとちょっと違うんだ。違うって見たところ普通だけど、何が違うの？見た目は普通なんだけど。そうだな、ちょっとそこの花を取ってみてよ。花ってどの花？種類はどれでもいいんだ。手近に見えるのでいいから取ってみてよ。じゃ、そこのひなそうにするわ。これでいい？うん、そうしたらそれをインベントリに入れてみて。薄灰色の染料ができるわよね。あれ？オレンジのカーペットができるわ。どういうこと？そうなんだ、この世界はレシピがバグっていて、作れるものがシャッフルされているんだよ。だから何ができるかは、インベントリに置いてみて、グラフとして見ないとわからないんだ。僕も何から何ができるかは、知らないんだ。とりあえずひなそうからはオレンジのカーペットだね。ポピーをやってみるよ。ポピーは正常だ。こんな感じなので、いろいろ試してみて。夜になる前に食べ物とか、剣が欲しいな。じゃ、とりあえず木を切って作業台を、作ったら？普通のマイクラならそうなんだけど、切った木が作業台になるとは、限らないんだ。なるほど、そういうことなのね。片っ端からクラフトしていくしかないから。手分けしてやってみよう。タンポポが薄灰色の染料だ。ひなそうと入れ替わってるの？タンポポからカーペットはできないけど、入れ替わっているね。とりあえず木を切ってみようよ。あと、松明とかベッドも必要よね。うん、そうだね。うまく作れるといいな。フランスギクはどうだろう？レッドストーンと落ちだ。わけわからないわね。これって湧き潰しになるの？あまり明るい感じはしないけど、一応なるのかな？アカシアの木はどうだろう？花崗岩の階段だって。階段は今は必要ないわね。木材にすらならないのね。うん、困ったもんだな。サボテンがあるな。サボテンは何かできる？染料はかまどで焼かないと、できないよ。かまどがないからな。かまどはどうやって作れるのかしら？通常なら丸石だけど、この世界は、なんだろう？そもそもツルハシも作れないから石も、掘れない。砂は石の階段だ。もう階段はいいわよ。でも2階建ての家とか建てるのにはいいんじゃない？まだ生き延びるのに精一杯よ。タケノコ階段いる？いらないわよ。必要になったら言って、ください。何か食べ物が欲しいわね。動物を倒せば生肉は手に入るけどね。そうだけど、パンとか作れないかしら？ひたすらクラフトするしかないな。砂糖きびは？砂糖だった。向こうにカボチャがあるね。カボチャって食べられたっけ？パンプキンパイにすれば食べられるけど、カボチャと砂糖と卵でできるかはわからないな。頭がこんがらがってきたわ。確かにそうだな。ヤグルマギクはどうだろう？赤紫の板ガラスか。建築の装飾に使えそうなものばかりね。家を建てれば素敵なのができるんじゃないかしら？ははは、階段だらけの家とか。そういえば奥の木はまだ試してないね。一発楽天の作業台は出ないかしら？作業台が出ると助かるんだけどね。作れる範囲が広がるわね。タケノコにもあげる。ありがとう。あ、黒色のテラコッタだった。残念。食べ物、欲しいな。結局こうするしかないな。仕方ないわね。剣とかでやらないとかえってかわいそうだな。タケノコどこ行くの？私も食料を、なんとかするわ。大丈夫かい？
なきゃ全然倒せないわね。タケノコ倒せたかい？倒せたけど、一頭倒すだけでヘトヘトだわ。もう少し楽に食料を調達したいわね。だんだん日が沈んできているね。剣とかがないと本当にヤバいな。夜をどう乗り越えるか考えないとな。おっと、警告だね。ツルハシがないとどうにもならないけれど。ゾンビが下にいるな。いつか降りる時のために。ゾンビ燃えてるな。タケノコ、向こう岸に渡ろう。もう夕方って感じだな。タケノコ、奥歯に話がいいから、フランス菊でたくさんレッドストーン陶器を作って、なるべく明るくしておこう。わかったわ。もう夜ね。でも戦う武器は何もないわよ。朝が来るまでどこかにこもれないかしら？ま、広くて見渡せる場所だからなんとか、夜を耐えよう。それに僕は男だから逃げも、隠れもしたくない。あっそ、そこかっこいいとか言って欲しかったんだけど。タケノコそろそろ敵が出るから一緒にいよう。松明より暗いけど、ないよりマシだな。タケノコもレッドストーン陶器を、作ったら、この辺に置いていってくれる？わかったわ。本当に松明より随分暗いわね。そもそも普段は明かりとして、使わないもんな。向こうの黒い馬が一瞬エンダーマンに、見えるな。脅かさないでよ。アカシアの原木4つで磨かれた戦力岩になるな。こんな時に何してるのよ。ワンチャンダイヤの剣ができないかななんて。残念ね。でもまた建築に使えそうなものね。生き延びていつか素敵な家を建てるわ。階段だらけのね。ごめんなさい。このままここで夜が明けるのを待つの？ちょっと危ないけど今夜は仕方ないよ。少し暗いけど真っ暗よりマシね。それにしても作業台が欲しいな。あと肉を焼くかまども欲しいし。そうだ、沈没船の宝箱に作業台ないかしら？お宝箱に作業台、見たことないよ。じゃピラミッドの宝箱は？廃坑にも宝箱あるわよね。同じ、だと思う。あ、ゾンビが来たよ。タケノコも敵が来るから気をつけて。がないから全然死なないな。ゾンビ一体倒すのも大変ね。そうだな、たくさん襲ってきたらどうなるだろう。そんな怖いこと言わないでよ。それにしてもここにいる馬、かなり邪魔なんだよな。キノコ懐かせたの？いや、そもそも蔵持ってないし。結局どんなアイテムが作れるようになったの？まずはヒナソウがオレンジカーペット、ポピーが青銅、タンポポが薄灰色の染料、アカシア原木一が花崗岩の階段、ヤグルマギクが赤紫の板ガラス、多くの原木が黒のテラコッタ、砂が石の階段、アカシア原木4が磨かれた戦力岩、みたいな感じだね。ざっと見ても生き抜くのに必要なのはないわね。確かにそうだな。もう少し道具か防具か食べ物が作れるといいんだけど。あ、またゾンビが襲ってきたわ。来るわよ。タケノコは右の歌のみ。わかったわ。
が、見えるよ。防具なしじゃきついな。やばい。え、キノコ頑張ってよー。ごめん、頑張れなかった。すぐそっち行くよ。タケノコの方はどう？私も体力が1しかないわ。キノコ早く戻ってきてよー。あーまたゾンビ来たわー。あ、何もせずにやられちゃったよ。タケノコ。場所がわからないわ。とにかくサバンナの方へ向かってきて、そしたらレッドストーンと落ちが見えると思う。わかったわ。夜、長いわね。早く朝になるといいんだけど。見つけたわ。やっと戻ってこれたわ。と思ったらヤバい状況は変わらないわね。タケノコ頑張って。いやこっちもゾンビにチビゾンビみたいだよ。タケノコ水の中に逃げよう。急いで。これってかなりヤバい状況よね。もう少しで日が昇るから耐えよう。日が昇ったら生き延びるための作戦会議をしよう。それではご視聴ありがとうございました。